あのちょっとすぐに配信終わっちゃうかもしれないんですけど、なんだっけ、なんかみそらが朝配信だったんですけど、私の予想はトナカイだと思うんですよ。どうですか？多分トナカイじゃない？本当に答え聞いてないんで、みんなトナカイっぽくないですか？だからちょっとここ急ぎすぎてここ出てるんだけど、これどうしたらいいかな、後で言いに行こう。トナカイいいですよね、絶対。今日公園来る人待ってます。丸顔のトナカイトナカイやん、それ普通のトナカイだから。 イで始まるものをエシリトリなんで書いていくんですけど、何書いたらいいですか？イから始まるの、なんか1号とかめっちゃ分かりやすいから、あんま面白くないかな。私の次の配信、あ待って、私の次の配信あやみかな、あやみかな、ゆうみさん、難しいでしょ。池田天奈、あー難しいでしょ。多分次の配信明日の朝があやみかな、なんでちょっとねイージー問題でいきたい。申し訳ないから、あ犬ね、ゆうみさんもいいけどさ、めっちゃ今日肌サラサラ。ともたんさんハートありがとう。ワンワンさんお花ありがとうございます。今日あイカね、糸魚川ってどうやって書く、地名のあのなんか地図みたいなやつを書けばいいのかな。和田さんと仲良くなれた、え仲良くなれたっていうか、お話はしたんですけど、なあれは仲良くなったっていうのかな。あ写真見ましたか、今日あげたんですけど、初めて世代交代公演行きます。おありがとうございます、楽しみにしてますね。今日も可愛いな、ほんと。え嘘じゃない、嘘の予感。雪だるまポーズ可愛かった、ありがとう。こうなんですけど、2人で作るのは難しくて、なんか 3段みたいな。私は1人でこれのこっちを作って、カメラ持ってるから。あさゆき、次のさ配信って誰か分かる？私の次の今見るわ。え今やってんの？やってる。あそっか、えちょっと入っていい？入って入って入って、これいいかな、いいよね、いいよ、はい、ハロー、はい、なんかささゆきさ、さゆきさ、なんかリハとかでさ、うん、さゆきのって言われるじゃん。さゆきの、あ、はいはい、さゆきの、ごめんなさい、別の、好きやん、公認なんだ、確かに、ちょっと待ってっていう、もう衣装着てるのかなって、もうさゆきちゃんちゃんとしてるんで、はい、さゆきちゃんやっぱね、優秀なんで、はい、優秀なんで優秀なんで。ご飯食べた？うん、あやみ、あやみ、あやみ、やっぱあやみだ。ありがとうございました、はい、はい、バイバイ、はい、さよなら、バイバイ、お疲れ様です。さゆきのゴミ、そう、北越コンビ、もうやめてくださいさゆき飲んでお願いします。髪型も完璧やな、そう、最近声でかすぎてさ、隣の部屋だったんだけど、メイクめっちゃ聞こえてさ、話してる内容、なんか今日顔が違う気がする、なんでだろう。えじゃあ何がいいかな、イカもありだよね、椅子、わ椅子難しい私マジで絵心ないんで、まずじゃあとりあえずナンバー新しい夜明け、新しい夜明けってどっちが分かるの、もうさ、てか昨日バチバチに出させていただいたんですけど、見ましたか、もう私の学力がもう最悪すぎて、もうめっちゃ恥ずかしい。夜明け大作戦、大作戦、私はみそらから来たので、ゆきのから次あやみ、あやみです。え現地で見てたんですか、ありがとうございます。
どうでしたか？インコ。インコってどうやって書くの？インコってどうやって書くんですか？鳥じゃない？鳥と変わりますか？え？本当に、え、ゆきのもちょいおバカだな。ちょいどころじゃないんですよ。私マジでアミタンよりも頭悪い気がする。でアミタンよりもっていうかアミタンはが頭良すぎるみたいな。ともたんさんだるまありがとう。ワンワンさんだるまありがとう。マッチさんハートありがとうございます。東なんとかなんとかさんあ、これなんて読むんですか。ありがとうございます。ちょっと一旦ね、ちょっと和田美優さんの面白さを盗みたいと思います。え、黒島さくらさんが見てるんですか。恥ずかしい、やめたい配信、恥ずかしくて。え、本当ですか。本物ですか。びっくり。何がいいかな。いだからイカ、イカか犬かイチゴ。でもイチゴって分かりやすいかな。面白くないかな。なんかないですか。私の絵心で描けるマジで私絵心なさすぎてめっちゃ怖い絵を描いちゃうんですよ。夢に出てきそうな。アイドルならイチゴ。あ、イノシシ。本物ですか。ヘカッチで。ありがとうございます。すいません、本当にありがとうございます。イカ焼き、イカ焼きとイカって何が違うどうやって描けばいい。私今ここだけ描きましたのでここに描きます。やっぱイチゴかな。イチゴ、椅子、芋ってどうして描くの。板垣、なんかいいつくメンバーが多いですね。いね、いちごにして五にするじゃないですか。だから五で五から始まるのってあんまないから、なんかちょっと意地悪で五にするのもありだけど、次あやみなんで、そう。あ、いちごゴリラ、ラッパー、あのあれですね。なんかお決まりの流れみたいな感じ。イタリア。イタリアでも私今黒しかないんで。イタリアって3色ですかバカバレるんであんま言わないのこ。イタリアって、ワンワンさんハートありがとう。シンヤさんハートありがとう。タツヤさん、あ、違う、タツヤさんじゃない、タツさんハートありがとう。ワンワンさんハートありがとうございます。じゃあいちごでいいですか。インコ飼ってそうなので、インコ飼ってそうな顔って何で。ここにご飯持ってくればよかった。お腹すいた。いくらてかさ、みんなどれぐらいのスピードで書いてるんですか。他のメンバーはもうなんか決めてさっさって書いてお話ししてますか。こんなに悩んでるの私だけですか、もしかして。決めてから配信してんのかな、みんな。今日は公園行けない。いちごいいかもね。ですよね。インドネシア、インドネシアって何色ですか。インドネシア田中幸男さんインコ飼ってるね。見たことあります。すごいよね、インコ飼うって。インコ飼うってすごい。鳥だって鳥がさ飛んでるってこと、部屋に。6時45からだからん、からだから少し余裕。そうなんですよ、2週間初日申し込みました。うわ、皆さんもぜひ見守りに。2週間が28日に初日を迎えるんで、ぜひ。私はちょっと出ないんですけど、ぜひお願いします。マジで2週間めっちゃ頑張ってて、本当に足怪我してたけど、もうね心配なのめちゃくちゃ足。手のりインコ2週間こと2週間、そう2週間。じゃあいちごにしますね。かけるかな、いちごかきます。いいですか、いちごで。
いちごでいいですか？いちごでいいですか？書きますよ。おげまる、OK。書きます。30分までなんで配信。お、今から公園行きます。ありがとう、待ってます。じゃあいちごの、なんかいちごって上から葉っぱから描いたら下手くそになりそうなんで、一旦あの 実だけ描きますね。え、絶対にいける気がする。え、なんかちょっと怪しくね、これはあのいちごの実です。したら今から葉っぱを描きますね。コップってみんないじらないで、みんないじらないで、私も頑張ってるんだから。じゃあ失敗したらじゃあもう一回書く。今紙が1枚しかないのね、本当にさ。で待って、え待って、やばくない？いちご、ちょ見せてください。いちご、人参みたいって。人参こんな短くないでしょまあ言い切ればいいよね、確かに。あの、え、ど、え、どうしよう、トマトに見えるな。あ、いけてるいけてるいけてる。どうですか、結構いけてんなのですけどね。え、ちょっと最悪。なんか一昔前のなんか男の人の髪型みたいになってる。点々書けば大丈夫。ああ、点々書けば結構一番重い。え、マジ無理。え、どうしよう。じゃあ後で書き直していいですか。見てください、記号もうこれさ、座敷わらしやん。座敷わらしでしょこれ。もう私もうほんと無理。まあ諦めます、頑張れあゆみ。しかも5ってつなぎづら。じゃあ後で書き直します、絶対。あのツイッターに載せるんで見てください。カッパとかがないでも、もうこの話はもうなしで、なしでもみんなコメント読みますね。どんぐりかと思ったマジで絵が下手なんですよ、画伯すぎてマジでやばいですよ。いちごって思えばいちごですよこれは。でもなんかあの頭の部分がちょっと分からなくて、マジであの本当にショック。もうこんなに絵が下手だとは思わなかった自分。え、色塗っていいですか、色塗っていいのこれ。え、誰か色塗ってましたか。色塗っていいなら全然描いちゃいます。でも色描いたらさ分かっちゃうくない。緑と赤で大体。いちご農家の人見てませんようにね、本当に倒されちゃうこんな愛がないようないちごを描いちゃって。若たん 色つけてましたか。あ、色 OK なんだ。じゃあ星を描いたら似てくる頭。へえ、いちごって分かった。やばい、優しい、やっぱり優しい、優しいですよね。やっぱ優しい人もいますよ世の中。赤毛のすみほさん、ハートありがとうございます。あ、そうだ、こじりんさんと昨日一緒に写真を撮りましたよ。やっさん音符ありがとうございます。タッチュンさん、ハートありがとうございます。焼き鳥先生、だるまありがとうございます。こよりんの声聞こえる。ねえ見て、これいちごパフェ。あ、うまい。あ、賞味期限、みんなに下手くそって言われた。リコヨちゃんじゃないから言っても大丈夫。え、しりとりだよ。確かにトナカイできたらいちごですよね、これ見れば。ななさん、ハート100個ありがとう。なんか今日顔違うんだけど実際のあの素材が違う、なんかメイクが違うとかじゃなくて、なんか顔が違う、少し嫌部長さん、この楽器なんだっけ、ありがとうございます。なんか今
音符とかあるんですか？ね。今日もかわいい。あ、エリさん今日公園来てくれますか？もしかして。釣り目になってる。そう、なんかね、あのこの髪型わかりますか？これ。これ。でも狭すぎて。これこの髪の毛って思いっきりここが引っ張られてるんですよ。だからこうなるんですよ、目が。だからこうやって押さえて垂れ目にするんですけど、でもやっぱ引っ張られて釣り目になっちゃうんですよね。だから公演の時はやばい、顔見えてない。これ着てます。そういえばモバメの返信メールでしてるんだけど、届いてる？あ、届いてますよ、届いてます、見てますよちゃんと。今日ちょっとアイライン短いんだね。そう、メイクさんのメイクはね、アイライン短いです。研究生のメイク。テイテイさん、ハート100ありがとうございます。え、ヒントで15って書いておく。イチゴってこと？バレるよ。スタンドない？え、スタンド、スタンド、なんかさ、そこにさっき置いてなかった？あった、ありがとう。誰のか分かんないけど、かわいいよ、ありがとう。今日は45分からなんですよ。45分からなんですよ。初めてじゃない45分、私たち。あ、上杉謙信してたの、さすがって。まあもちろん新潟出身なんです。はい、新潟出身なんで、そこはね一番最初に思いつきました。39度の発熱でキャンセルしました、ごめんなさい。え、大丈夫ですか？大丈夫ですか？今の西田さん違います、さゆきです。渋谷さんです。初めてゆきの名前入ったんだよね。そう、後ろにこの辺にあれ、あ、この辺かな、あると思います。で椅子ね、私書けないんですよね。椅子書いてみてもいいですか？一旦後でこれ書き直すんで。どっちにしても、で、え、絶対無理だ。あ、最近ショールーム始めた、通知が来た。遅い時間やと行きやすい。あー、そういうのもあるのか。確かに45分間、いつもより45分くらい遅い。いつも6時間。公園行くけど、初めましての時ってどうしたら私って分かりますかね。だいたい分かるんじゃないかな、なんか雰囲気で。雰囲気で分かる気がするけど、なんかよくいるのは、なんかこういう服着ていきますとか、こういう、あ、こういううちわ持ってきますとか。でもうちわ書いてくれてましたよね、モバメの返信で。だからワンちゃん覚えてるので、わかると思います。普段来ない人も今日は来てくれそうやね。確かに時間が遅いんでね。ラインスタンプ、あ、そうだ、ラインスタンプも出ました。私のやつ 見ましたか。なんか添いがあって何のことみたいな言われたんですけど、あのカメラマンさんとかに、あれを撮った時に、添いがあっていうのは新潟弁で、なんかそうなのみたいな。でもね、使う地域と使わない地域が多分あると思うんですけど、添いがあってなんかそうなのみたいな。え、言いますよ、言うんですよ。え、そうなのみたいな。そう、あれは全部自分で考えてて、コメントを。だから例えばホノピーの離婚、ホノピーします、私大好きで、マジでめっちゃスタレンしたんですけど、そうなんですよ。そう、だから新潟も使わない地域あると思います、全然。それだって、そうなんだみたいな。だから家族とかで話して、なんとかなんだよみたいな。え、それがみたいな。田舎臭いな、なんかちょっと。でも普段は出ないです、あんまり、それがって。そうと、起こさないでです。やっぱ私と言ったら寝るなので、起こさないでっていう、使えない時、二度寝したい時にちょっと送りますね。やっさん音符ありがとう。たつにさんハートありがとうございます。タイガーファイヤー、スイガー、そんな使い方はしません。
すごいね、なんかこういうの思いつく。あ、そうなん、あ、そうなんも使うか。ソイガーです、私を。ミュウちゃん写真撮ってどんな反応だった？え、普通に、え、トロトロみたいな言ってくれて、いやってなりました。なんか顔が緊張しすぎて、クルちゃんマジで顔緊張しすぎてめっちゃブス、自分の顔が。ユキの方言出ないよね。え、でもね、さっきね、ちょうどさっきね、メイクさんにね、なんかめっちゃなまってんねって言われて、なまってるらしい。でも方言っていう方言はあんま出ないかもしれない。こんにちは、ありがとうございます。なんかこの辺かゆいんですよね、最近。なんかブツできてて、まあ見えないからいっか。5時29分で、ね、いつもだったらさ、この時間さ、いつもこの時間にもう、え、すごいね、え、すごいね。45分間やってすごい。劇場着いた、おー、ありがとう。もうじゃ近くにいますね、近くに。みかにゃんさんのモバメは撮ってないの？撮ってないんですよ、今はもう美咲さんの、坂田美咲さんのやつしか撮ってなくて、もう一日の本当癒しですよね。例えばこういう公演の日とか家帰った時にやっぱ来るじゃないですか、なんかファンの方の気持ちが分かるから、私もちゃんとモバメ送ろうって思います。レイオちゃんみたいに返信しないと、返信はさすがに恥ずかしい。でもあの本人に直接言ったんですよ。そう、本人に直接言いましたよ、はい、あ、ちょうどこの時かな、この時にモバメ撮ってますって、モバメ撮ってますって言いましたよ。え、言ってなかったっけ。そう、言ったんですよ、モバメ撮ってますって。そしたら恥ずかしいって言ってたんですけど、もう本当に最高ですね、本当ちょっと最高です。ワンワンさんハートありがとう。赤毛のすみほさんハートありがとう。かよさん、あ、かよさん音符ありがとうございます。じゃあそろそろ終わろうかな、ご飯食べようかな。今日のご飯はね、モバメに送ります。マジで嬉しいんで、本当にもう目がガチになりました。てかみんなに呼ばれました。ゆきのって言われたものです、はい。あ、エビ、さてどうでしょう。ゆきののモバメはほんまに癒されるよ。本当ですか、私何に送ってるっけな。え、てか朝送ったんですけど届きましたか。朝送ったんですけど、あのここ地下で劇場って地下じゃないですか、で電波がなくて見れないんですよね、とあの送ってあるか、ちょっと皆さん教えてください。え、配信始まる直前にいつ届きます。よかった、届いてた、あ、ごめんなさい、嬉しい。届いてますか、あのお腹すいたみたいな書いたやつ、よかった。あ、スイバル中 T さん星ありがとうございます。あ、だるまもありがとうございます。タッチュンさん星ありがとうございます。ワンワンさんハートありがとうございます。よかった、届いてて。なんかさっきリハが終わった時に見たんですけど、あの遅れてなくて、遅れてないかと思ったら遅れてましたか。え、もう一度見せて。で、これは書き直します。もう嫌です、書き直したとこだって感じです。もう見たくないよ。カッパ、これカッパです、イチゴじゃないです、イチゴなんて書いてないですよ、カッパですよこれ。いいなこれ、写真可愛すぎる。モバメですか、あれ昨日の写真です、昨日のユキの。ワンワンさんハートありがとう。マジでこれ無理。気持ち悪い。ショックユキのです。
ヨークマさんハートありがとう。どんぐりにも見える。あでもさ、トナカイから来てるから分かるくない？そんなあやみもバカじゃないよね。もうあやみも頭いいから。あやみは絶対に、え、スタンプで遊んでるよ。本当？スタンプって遊ぶものじゃないですよとか言って、私ホノピーのスタンプ大好きすぎて本人にめっちゃ連打で送りましたね。あやみならやっぱり心が私とつながってるんで分かると思います。流れで分かる、そう流れで分かると思います。焼き鳥先生かわいい、ありがとうございます。面白いからそのままで。え、やだよ、こんなのが全世界に広まるなんて私はもうたまったもんじゃない。もう公演に集中できませんこれなのでちょっと書き直します、ごめんなさい。じゃあ最後にこれ横にできないか。ショック飲んです、マジで。かゆっ、かゆっ。私この映像8期生さんで赤毛の隅。むしゃむしゃだ。うん、今日途中までしかないから大丈夫今思っただから喋り始めたでも入っていいと思う、ここ。え、いいと思う。え、うん、大丈夫だと思う。赤毛のすみほさん、ハートありがとうございます。え、今来たけど何の絵か分かんない。いや、そんなこと言わないの、こうカッパだから。あー、本当に無理。今のレイボンの話がちょっと何かを知りたい人は公演を見たら分かると思います。なのでぜひ公演見てください、お願いします。じゃあランキング読みまーす。なんかめっちゃ70何位とか出てたんだけど、13位、ヤッサン、ありがとうございます。12位、赤毛のすみほさん、ありがとうございます。ここやっぱ音こもってないですか。11位、タツニーさん、ありがとうございます。10位、シリルさん、ありがとうございます。9位、エリナさん、ありがとうございます。8位、テイテイさん、ありがとうございます。7位、野原慎之介の助さん、ありがとうございます。6位、かよさん、ありがとうございます。5位、タッチュン、ありがとう。4位、焼き鳥先生、ありがとうございます。3位、部長さん、ありがとうございます。2位、え、これ2位ちょっと教えてください。これ1位ワンワンさん、ありがとうございます。え、これ2位、ちょっと読めない昨日のさ学力テストが出てる、やばい。東さん2位、東さん、すいません、ありがとうございます。まずまな、え、教えないって教えてくださいよ、なんでなんでなんで教え、あずまだよって書いてある、あずまなんとかさんですね。教えないってやめてよ、教えてよなんで教えないのよ。はい、もうこれ終わりです。一心さん、あずま一心さん、あ、今度正解、お初知り、よかった。あずま一心さん、いっぱいありがとうございます。ハートとかも配信ありがとうって、え、公演そうだ、ありがとう、待ってます。じゃあ皆さんありがとうございました。公演で待ってます、劇場で待ってます、会いましょう。今日行くよ。え、本当？かよさん、ありがとう。かよさん、これ変えたんですか、アバター。めっちゃ恥ずかしいこと言うの。昨日もバチバチ NB48 に、ありがとうございます。なんか昨日バチバチ NAB48 出たんですけど、めっちゃ緊張した、めっちゃ緊張したっていうか、緊張はしなかったんですけど、その心配で、ファン、私のファンの方いるかなみたいないるんですけど、なんていうの、本当にファンの方がやっぱいた方が安心するじゃないですか。そしたらもう公園でいつもね来てくださってる方がいっぱいいて、もう染みました。バチバチ見に行ったよね、ヤスさん、ありがとうございます。めっちゃすぐ見つけませんでした、私。うちは見えてた、見えてましたよ、見えてました。じゃあありがとうございました、急ですけどツイッター見てください、あげるんで、もうちゃんと書きます。バイバイ、ありがとう、バイバーイ。